最高じゃないですか。はい、肉そば。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いいっすね。じゃあね、いただきます。まず、ちょっとみんな美味しさを届けたいな。この美味しさを僕は見せてあげたい。これはうまいっしょ。見せ方。いただきます。いただきます。花咲いとったよ、今。うますぎて。満点大笑いやってる。満点大笑い。シャネスパシャン。うわ、うまそうに食うな。うん、天ぷらのタレきた。うまい。うまそうに食うな。うまそうやな。うまそうに食えるかも。うん。パシャ。ハハハ。花咲いた。食い方萩原って意味がわからんやん。見たことないやろそれ。取り乱してますね。うますぎて。なんかね、皆さん見たいモノマネとかあったらぜひ自分くらいだら僕返すんで。伊佐谷君、じゃあ実食お願いします。これはうまっ。まずスープ、その出汁から飲む感じが食べ慣れてる、そばを。うまっ。いや、まだ食うてへんやん。まだ食うてへんが。うん。スパシャンでるか。出汁効いてて、うん、肉の味もめっちゃ出てて、マジで、バカうまいこれ。で、我々の地元をレペゼンしてるこの味。でもいいこと言ってるけど、今日遅刻したからあかん。させ。じゃあミルクさん天ぷら。はい、おはようございます。なんか言っちゃう。あ、ごめんなさい。でもさ、俺さ、うん、1個だけ言っていい？食べるの下手くそタイプやね、うん、わかる。なんかマクドでもそうやけど、一つを制覇しないと次に進まれへん精神。マクドは俺もそう。なんか食べ分けていかれへんみたいな。ああ、でも天ぷらちょっとなんか食べてみてくださいよ。これ今思ったんですけど。無理する無理する無理する。ルーティン守らせへん。無理する。やる。これでもね、これで350円ってめっちゃ安くない？これでショーやからな。うん。これで350円。お腹いっぱいよ。でもね、この中で一つだけ僕が食べれないものが存在してるんですよね。エビ。エビ。エビ。このエビ。このエビはね、もうささみくんにプレゼントやった。え、この天ぷらでエビ食われへんって意味わかんないよ。この間も一緒にそば食いに行って、天ぷら頼んどったけど、エビ食われへんから。エビだけくれた。わけわかれへん。じゃあ、さつまいもかな。うまそう。ダイブして。これいこう。油、押しかけた。いただきます。うわ、なんか、うん、農家の方の顔が浮かんでくる、うん、それぐらい優しい、なんか、うん、土に返してもらった気分。マジでこのさつまいも食べたらえぐいな、うん、食レポなんて言います。まあまあまあ、ね、点数つけづらいよな。農家の方の顔が浮かんでくるって意味わからへんけど。いや、でもそのぐらいうまいよ。あ、なるほどな。感謝するって感じ。なるほど。ありがとうって。なるほど。俺の口に運んでくれてありがとう。なるほど。点数結構だから。喉通ってくれてありがとう。すべてに感謝してる。なるほど、なるほど。そうそうそう。細胞喜ぶレベルなんや。そうそうそう。飛び跳ねてるわ。細胞も。うん。食べよう食べよう。あ、マジかよ。俺も食レポしないかんやつ。いや、まあ一応、まあ使うか分かれへんけど。いただきます。食物アレルギーじゃないんですけど、なんかエビは昔から嫌いです。うんうん。うまい。うまいうまい。衣はサクサクやし、うん、エビプリプリやし、だからこの揚げる力とそのエビの新鮮さがこう掛け合わされて、こうちょうどいい感じにマッチングしてるのかなと。めっちゃ食うまいやん。ありがとうございます。聞いた。俺が食ってる時考えてたよ。いや、考えてへんもん。めっちゃうまくない？びっくりしてる。俺、カウントカーレビーじゃない。